夏祭りなんで立ってたの？優しさ。なんか母校が立ってたからかわいそうだなと思って。あいつおもろかったな。なんか、変な、スタッフが座って、母校が立ってたからかわいそうだなと思って。いや、母校座っていいよって。俺わざと椅子取りに行った。俺と大石さんが椅子取りに行ったっていう。かわいそうだろう。なんかあいつのあの時の「あれそこワイの席なんやけどな」みたいな顔、写メ撮っとくべきだったな。向こうの荷物ががっつり置いてある場所に普通にスタッフが座ってパソコンでカタカタ作業してて「加藤さんちょっとここ置かしてもらいます」みたいな感じで俺のところに荷物置いてきたから「じゃあもうここ座っていいよ」っつって。言えばいいのに、そこ僕すいません、そこ俺が座ってたんですけど。向こうと大石の絡みがあったのか、あったよ。超おもろかったよ。なんかさ、あいつも加藤さんの放送で一緒に音楽を見てますみたいな感じになって、ああ、向こう君俺もダークソウルから見てたよとか言ってたらさ、俺さ、向こうお前が声優やってるやつ、大石さんに見せろっつったら、マジで嫌です。マジで嫌ですって。その問答が10分くらい続いて、わかりました。変な、なんか向こうが声優やってるやつにして、大石さん優しいから絶対歩くよ。え？うまいね、向こう君 みたいなこと言う。そういう、シーンがあったわ。お前が、おめえもしかしたらや、目に留まるかもしんねえからよ、お前もしさんに見せろってずっと言ってて。あいつ見せてたわ。なんとかのギャルみたいなので。なんだっけな。なんとかのギャル。わいはなんとかやみたいな。初めてのギャルか。で、声優やったんだって。それ、頼む、見してやってくれっつって。見せてたよ。こいつ、かたくなに拒否してたからな。いや、無理っす、無理っす、無理っす、みたいな。ニコ動に上がってませんとかで、俺がニコ動で検索して、てめえ上がってんじゃねえかよっつって。あいつ、嘘ついて逃げようとしてたからな。いや、上がってません、ニコ動消されましたわとか言ってたから。このギャル、いやらしい体がたまらねえよな。やめゆかなちゃんだっけ？マジ羨ましいわ。だろ？マジギャルなんて楽勝っしょ。なんだてめえは！ランコさん、この穴！いやー、でも楽屋すごかったっすすごかったっすね。僕は初めてモコウ君に会ったんですけど、ありました。あの子めっちゃいい子あね。の子はいい子ですよ。あの子は僕の友達ね、僕の友達の YouTuber のね、50万人ぐらい登録者がいるすモコウ君。ごい、なんていうの、可愛がりたくなる。そう。あ、大石さん聞いてます なんか、ね、うまいんですよね、いや、上手やわーと思って。ほんで俺があいつ声優とかやってるから、そうね、まあ、ちょっとね、声優プロの声優じゃないけど、初ギャルでね、初めてのギャルでしたっけ、お前ちアょっニメやってまと、すね。お前アニソン歌手だから見せろよっつったら、いや、それだけ本当にできないっす 10分ぐらい拒み続けやがって、なんで見せねえんだよお前、自分の仕事にお前恥だと思ってんのかよって言ってましたよね。でも結局見せてくれて、なんだてめえって言ってました いなんだてやー、モめえって言っコてまし君たはね。最高。モコ君も僕、普通に友達になりたいわと思う。僕のなんか知り合い、いろいろ紹介できてよかったですいね、や、でもすごい、なんか。